写真拡大。中日阪神26日名古屋ドーム。阪神は前日に今季3度目の完封負けを喫して再び勝率5割に逆戻り。鬼門と言われる名古屋ドームでカード勝ち越しを狙う。5試合続けてスタメンから外れていた近本が1番中堅で復帰。外野は左翼、サンズ、中堅、近本、右翼、福留となり、糸井がスタメンから外れている。3番サンズ、4番大山、5番ボーアのクリーンアップは変わらない。先発は岩佐だ。前回19日も甲子園で中日相手に先発して4回4安打3失点。一球一球を丁寧に投げて目の前の試合に勝てるように集中したいと意気込む。中日の先発は梅津。こちらも19日の阪神戦で先発して3回13を投げて6失点だった。試合開始は午後2時を予定。両チームのスタメンは以下の通り。番神、1番中堅近本、2番遊撃北条、3番左翼サンズ、4番三塁大山、5番一塁ボーヤ、6番右翼福留、7番捕手梅野、8番二塁木浪、9番投手岩貞、中日、1番右翼医療、2番中堅。 Thank you.